工業省事務次官ナッタポン・ランシット・ポン様在体日本国特命全権大使梨田和也閣下経済産業省審議官戸田秀志様タイ工業連盟会長タイ商工会議所会頭そして対日経済技術振興協会元会長パイシット・ バッタナ君様対日経済技術振興協会会長プライウン・シオバッタナー様その他ご来賓の皆様関係者の皆様こんにちは日体経済協力協会 JTEX 会長の内山田でございます本日はそちらにお邪魔してお祝いをさせていただく予定でしたが急遽日本でどうしても避けられない 要件ができてしまったため、皆様にお会いできないのは非常に残念ですが、ビデオメッセージでご挨拶させていただきます。対日経済技術振興協会、TPA の創立50周年を心よりお祝い申し上げます。皆様ご存知のとおり、私ども JTX と TPA は、日台の 経済発展と友好のため構想され1972年の7月と1973年の1月に日本とタイそれぞれに設立されましたいわば姉妹団体ということになります私どもは昨年9月に50周年記念式典を東京のタイ大使館の行動をお借りして執り行い その際にはプライムン・ TPA 会長栗貞 TNI 前学長にもご臨席いただき心温まるご食事をいただきましたその TPA の50周年という大きな節目にお祝いを申し上げることは私どもにとっても大きな喜びでございます振り返りますと TPA と j t e ス設立の背景には1970年当時のタイにおける反日感情の高まりといった社会問題がございましたその解決を日本政府から依頼された j t e ス創業者の穂積五一に日本への留学経験者であり TPA の創設を主導されました皆さんからお互いを 対等の立場で尊重し本当にタイのためになる人材育成を行ってほしいとのご要望をいただきその思いと両国の関係者への期待が込められた両団体が設立されましたそれ以来 TPA の実践を重ん,だ重んじた新しい民間ベースの技術協力が JTEXTPA の間で 今に至るまで続けられているということでございます TPA は日本の技術の導入と大国産業の発展のため人材育成活動に主体的に取り組まれ国内産業の発展に大きく寄与してこられましたこれまで50年という長い間皆様の熱い情熱を絶やさず タイ産業界のさまざまな課題と果敢に取り組まれた結果であり特に2007年には日体協力の金字塔ともいうべき対日工業大学 TNI を創立しこの15年間に多くの優秀な人材を輩出されてこられたことは称賛すべきことと存じます。こうした TPATNI と私ども JTEX の協力は人と人との絆を大事にしそれを基盤に地道な努力を重ねる日本らしい経済協力の成功モデル TPATNIJTEX モデルとして高く評価されています。そして何よりも TPA と TNI がタイの産業界にとって なくてはならない存在に成長されたことがパーートナー団体として大いいなる誇りりでであり喜びでもございます今やタイは目覚ましい経済成長を遂げおよそ6,000社の日本企業が進出1970年以降の累計投資額は10兆円を超えタイへの海外直接投資のおよそ4割は 日本からとなっておりますまた日系企業の雇用者数はおよそ141万人でタイ雇用者の10.9%という推計もございますこのようにアジアの中でも一番日本企業の技術集積が進んでいる重要なパートナーになっています。またタイの人から見て 最も信頼できるパートナーは日本というように高い信頼を得ておりますそして近年新たな課題として労働力不足や高齢化社会などを背景に急速な産業の高度化が求められておりますそのような中 j クスではタイ工業省からのご要請をいただき日本の 経済産業省のご支援のもと4年前から台湾スマートモノづくり応援隊創設支援事業に取り組んでまいりましたこの活動は今年度から社会実装の段階に入り日本政府とタイ政府の強力なリーダーシップのもとさらに加速進化させることが合意されており今後 TPA を中心に 産業高度化促進するエコシステムとして根付くことを目標に活動しております。また d n i とは同大学の実践教育を充実させる活動として日本国内の民間企業でのインターンシップ制の受け入れ制度を私どもの自主事業として開始いたしました。 j t x としては引き続き TPA の実践を尊重し人の絆を大切にしながら日体の経済発展と友好増進のために新たな t p a d n i j t ク x モデルを構築すべく共に歩み共に進んでいきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。ごご聴、どううもありがとうございました。